衝撃の瞬間。平野史洋、YSL アジアアンバサダー就任式の感動コメントビューティー撮影の裏側に迫る BST 特別カット。024年1月9日、火曜日に行われた、ユーサンローランホーテ、アシア、アンハサダー就任会見に平野史さんが登場。平野さんが出演するアイコンリップ、ルージュ、ピュールクチュールの新ウェブ CM が発表されました。 アンバサダーとしての意気込みや、美容へのこだわりなどを語ってくれたトークセッションをリポートします。イブ・サン・ローラン・ボーテ、アジア、アンバサダー、就任 &CM 発表会に潜入。平野紫洋さんのユニバーサルなカリスマ性、誰もを引きつける大胆で自信に満ちた力強い存在感。そのエッジで同時にクチュールという二面性が、YSL の世界観にマッチ。世界観を体現できる唯一無二のアイコンとして、アジア、 アンバサダーに起用されました。就任式ではアンバサダーへの意気込みを語った平野さん。さらに初のビューティー撮影に挑戦した YSL アイコンリップ、ルージュ、ピュールクチュールの新ウェブ CM について、すごいクールに仕上がっていて素敵でした。緊張もあったのですが、かっこよく撮っていただいて新鮮でしたとコメント。モードでクールな表情が堪能できる新 CM と、記者会見の笑顔のギャップに思わずため息。 新ウェブ c m は1月10日より YSL Beauty の公式サイトやグローバルを含めた公式 SNS、ウェブ広告、表参道フラッグシップブティック、渋谷パルコ、新宿ルミネの YSL Beauty、ブティックのビッグビジョンなどで公開されます。同時に平野さんのキービジュアルやビハインドシーン、インタビューなどのスペシャルコンテンツも公開予定。日本人アンバサダーとしては初となるストリートジャックキャンペーンも予定しているとのこと。 楽しみです。Q1、イブ・サンローラン・ボーテ、アジア、アンバサダーに就任されましたが、就任したと知った時の感想はいかがでしたかええ、本当にすごく嬉しかったです。子供の頃から自分が憧れていたブランドでしたので、その世界観の中に僕が得れるというのは光栄なことだと思いました。僕の中でクールでラグジュアリーなイメージがすごく強いので、僕なりに表現して、 皆さんにブランドの魅力を伝えることができたらと思います。Q2、平野さんが考えるイグサンローランボーテの魅力、ブランドのイメージについて、どのようにお考えですかええ、洗練されていてエレガントで、すごくかっこよくてクールなイメージです。YSL にしか出せない独自の世界観があるなと感じていますし、YSL のアイテムを使わせていただくと、自分自身の背筋が伸びて、すごく自信がつくような感じがしました。 Q3、アジア、アンバサダーとして初めて、先ほど表参道ヒルズ1階にある、フラッグシップブティックに訪問されたとのことですが、お店をご覧になっていかがでしたかええー、めちゃくちゃ素敵でしたね。入った時にすごく華やかで、一つ一つのアイテムが主役のように際立っていてどれも気になるものばかりでした。僕はまだできていないのですが、リップやフレグランスなどのアイテムにプリントできる、世界でここだけの、 アトリエプリントのサービスを体験して自分だけのアイテムを持ってみたいと思います。ギフトを探している方にも本当におすすめだと思います。その人のイメージに合わせたプリントもできますし、各国のコンセプトをイメージしたデザインもあったので素晴らしいと思いました。男女問わずプレゼントするのにいいなと思います。Q4、これからアジア、アンバサダーとしてやってみたいことはありますかええ。 たくさんありますが、各国に様々なイブサンローランボーテのアンバサダーの方がいらっしゃると思います。その方々がどうやって自分なりに YSL を身につけ、自分の魅力を YSL と共に引き立てているのかを自分の目で確認したいですね。Q5、2024年がスタートしましたが、今年チャレンジしてみたいこと、やってみたいことはありますかええ、2024年は良い意味で、裏切りたいと思っています。 1>, 1月1日にナンバー、愛としてデビューさせていただいて、僕自身も26歳になり、ここから30代という年に入っていきます。自分が子供の頃に想像していたような大人になれているか不安になりますが、YSL と共にメイクアップをして魅力的な30代に向かっていけたらなと思います。Q6、フレグランスが大変お好きだと聞きました。普段はどんな時にフレグランスを楽しみますかどんな香りがお好きですか、ええ 基本的に香りが大好きなので、身の周りに香りがあると安心します。その中でも YSL の製品だと昨年一緒に撮影させていただいた LIBRE の構成がお気に入りです。手の甲に僕はつけていますが、コンマイクで話している時も香りを感じることができ、緊張感がある場所でも自分のペースに持っていける気がします。LIBRE は つけていると最初はバニラと少しスパイシーな香りがしますが、時間と自分の体温とともに甘みが増してくるような気がしていて、時間と体温の変化での香りの経過が僕は楽しめてすごい好きな香りですね。Q7、美容へのこだわりは何かありますかええ、昨年、LIBRE の撮影をさせていただいた時に、YSL の方に洗顔料をプレゼントしていただいて、それを今毎日使っています。 本当に使い心地がすごく良くて、洗顔した後の突っ張った感じが僕は苦手でしたが、YSL はツルツルしていて、洗顔後の肌が滑らかになります。しっかり顔を洗って、あとは今の季節は乾燥するのでひたすら保湿をしています。Q8、完成した CM をご覧になられていかがですかええ、これは自分なのかと思うくらいすごいクールに仕上がっていて素敵でした。ビューティーの撮影が初めてで緊張もあったのですが、 かっこよく撮っていただいて新鮮でした。Q9、撮影で印象に残っていること、意識したことがあれば教えてください。ええ、子供の頃からブランドに対して抱いていた、宣伝されたクールなイメージを崩さないように、YSL の世界観に入り込む意識を持って撮影に取り組みました。Q10、今回、COUTURAMEUP というコンセプトを見事に表現されていましたね。どのように解釈されましたかええ、A すごく素敵なコンセプトだと思いました。リップという一つのアイテムで洗練されるし内面も自信が持てるという考え方は撮影の時にも感じました。撮影に向かう前、メイク室から出る最後にこのリップをつけていただいたのですが自分自身の気持ちが高まるのを本当に実感しました。コンセプトというより、あ、そのままだな、と感じました。c o u t u r e m e アップをバッチリ体験しました。 ルージュ、ピュールクチュールを実際に使用されていかがでしたかええ、めちゃくちゃ良かったです。唇が乾燥しやすいので、塗らせていただくことが多いのですが、すごく保湿されて、つけ心地がとても良かったです。保湿のケア成分が80%も入っているとのことで、つけると保湿を体感できるのに、つけ心地はとてもライトでサラッとしていて、とてもいいなと思いました。乾燥するこの季節は、とても重宝しそうですね。 発色もとてもよく、どんな方がつけても、すごく素敵なリップになるんだろうなと感じました。92、ルージュ、ピュールクチュールは、どんな方におすすめしたいですかええ、皆さんにおすすめしたいのですが、自分自身が実際に自信を感じたように、これから何か挑戦したい方にぜひおすすめしたいです。人前であえて、流し目で塗っているところを見せたくなるような素敵なパッケージなので、自身のお守れのように持っていただけると嬉しいです。93、 平野さんのファンの皆様、ブランドのファンの皆様に一言お願いいたします。えイブサンローラン・ボーテの製品は何か一つ取り入れるだけでも気分が上がり、特別感や自信をくれる素敵なブランドだと感じました。僕が感じた魅力を一人でも多くの方に知っていただけるように、これからイブサンローラン・ボーテのアジア、アンバサダーとして頑張っていきますので、これからの活躍を楽しみにしていてください。 ワンストロークで叶う上質なサテンファブリックのような輝きと圧倒的な発色。ワードローブからお気に入りの一着を選ぶように楽しむ全40色のクチュールカラー。80%ものケア成分で、つけるたびに思考のつけ心地を叶えるとともに、長時間保湿します。輝くゴールドのボディに、ブラックのカサンドラロゴが大胆に横向きにデザインされた、先望のクチュールアイテムにアップデートされました。BST スタッフが見た平野さんの感想は、 モードでクールな平野潮さんが堪能できる CM にすごい、とテンションが上がりましたが、それは会見でも同じで、くしゃっとした笑顔と、キリリとクールな表情のギャップがすごくて、質疑応当時は笑顔だったのに、フォトタイムになると、人が変わったようにキリッとカメラを見つめるので、別人のようでドキッとしました。司会の方もしっかり見て、一生懸命質問に丁寧に答える姿にも感動。 ご本人もすごく気合が入っていることを強く感じましたし、かっこよさと元気さが両立する立ち居振る舞いに真面目な人柄が垣間見られました。平野さんは、このリップを使うと高揚感がすごい、と何度もおっしゃっていましたが、ビュースティのキャッチコピーである、ジアイビューティーにぴったりのコメント。ルージュ、ピュールクチュールの良さは以前からもちろん知っているし、着用の3色は大人にも使いやすいカラー。早速、お違いしようと思います。